紛争解決機構、その存在意義だ。対立を仲裁、物理的な紛争まで持ち込まない。結局何をするか?というと、対立の狭間に割って入る必要があり、そして結論では、解放、どうすればよい?を提案できないと、失敗。ともかく、最善を尽くしたのなら、その時、まだ方法論が残ってる、その上で失敗、というのはもちろん、許されない。それ、で失敗したら、その後、どれだけの人々が戦火に巻き込まれるかわからない。待て。ガンダムの需要とクオリティとの乖離、その原因なのだろうか。もしそうなら大変な面倒。どうも、ガンダム、には形式、がある。納得しかたい。先の流れで構築されるのだ。その時、その絵は微妙。そして、結末は?わからん。戦火に放り込まれるようなものだがその辺?慣れてるだろう?たくさん書いてるはず。